水色シャツなので割となんか春夏っぽいテイストにまだなっちゃうんですけどそうなんですよ。まあ、今日はこれにデニムを合わせてました。今もう下めんどくさくてめちゃめちゃあれです、ジャージあれですって言ったらアイリスが反応しちゃったアイリス、おもろい、スジャホー。立ち上がれますよ全然、ジャージだけど。さあ今日のお供はなんかすごい色出てきちゃった、セイロンちゃん。うん、甘めですね。カフェインレスのやつをね今日買ってきたので、こんばんは。せいちゃんがロンティーを着てるとセイロンティーになります唐突なダジャレ。ちょっとさっき沸かしたばっかりなのでマジで熱いんですよ。でもねこれね、ダブルウォールグラスっていうこういうなんかあるじゃない、二重構造のやつなので、持つところは全然なんか40度ぐらいのなんかほんのりあったかいぐらい。いやマジでこれ結構好きで、熱いものも冷たいものもこうガシッと掴んで飲めるからなんかマグカップも私別に好きなんですけど、マグカップさここにさ取ってあるくせしてここ掴んじゃうときない？あとなんか昼から夜につけ使っかけて使いたくなるんですよこれ。なんか夜ってマグカップの気持ちにならなくて、そうなんか、うん、夜ってマグカップの気持ちじゃないんだよね。やほー、なんかそのこういう感じがいい、こういうグラスもだし、私ずっとね一生ね IKEA のねプラカップ使ってるんだけどプラカップ、プラカップもまあ使いますね、夜水飲む時とか。はい、湯飲みはいつですか？湯飲みはあんま出てきませんね。別にお気に入りじゃないんですよ。IKEA のIKEA のプラカップはお気に入りじゃないんですけど、そこに存在するから使ってる。そのうちホットワインとか飲みそう。いやーワインは飲めなさそうですまだまだ。日本茶は湯飲み、なんか緑茶とかはとりあえずこういうグラスというかなんていうんですか、取っ手のないもので飲めばいいかなと思ってる。
ットレモンとか飲まないの？そうね、これからの季節飲むんじゃないですか、もしかしたら。蜂蜜とレモンあるし。夏はね、割とね、冷凍レモンと蜂蜜でレモンスカッシュ、スカッシュじゃないかな、レモンスカッシュでいいのか的なことをね、やってました。冷凍レモンがね、本当にね、いい感じに氷になってくれるんですよ。今日の晩ご飯はハンバーグ食べた。ハンバーグ、ハンバーグ。たまにハンバーグって食べたくなるね。あ、手作りじゃないです、残念ながら。今日はお外で食べたので。僕もハンバーグ食べました。あ、なんか煮込みハンバーグとかやっぱ美味しそうだよね。今度作ってみたいな。あれ何ソースだったんだろう、あれ何ソースだったんだろう、わかんない。でも多分煮込みハンバーグだった。デミ寄りのなんか生誕がですね、あのね、いろんなね、いろんな事情がありすぎて10月もう公演にね、私が出ない事件なんですよ。いや、悲しくない？もう出ないんですよ、私。で、公演がないんですよ。残念ながら出ないんですよ、私。もう。それ泣いたよね。私もえって思った。私の生誕まさかの11月になるの？秋じゃん。わあ。まあ正直言うとね、あのね、9月の15日にね、できたらね、嬉しかったんですけどね。まあ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 、9月の15じゃない、10月の15です。この間ね、できたら嬉しかったんですけどね。まあいろいろあるのでね。ケツは待ってくれない。そう、まあ私12月にやったことあるので、年またいだこともあるので大丈夫です。大丈夫、11月にはやりましょう。みんなごめんなさいね、待たせて。いろいろあるからね。11月はまだ秋です。11月上旬にはやろうなってことで、はい。春開催、冬開催、夏開催は過去やって、秋開催すればコンプです。言わる。じゃあコンプしていこうぜ。ね。コンプしていこうぜ。実は春にもやっちゃったことありそうなんですよね。11月になってすぐにありそうな、それがね、あのね、1ミリもわかりません。まだ何にも予定聞いてないのでね、1ミリもわかりません。メンバーもね、あのスケジュールの資料2週間ぐらい前しかわからないので何にもわかりません。ちなみにあのね、ラジオともね、そう21が被ってるもので。そうなんですよ。せいちゃん、この前の僕対めっちゃ可愛かったです、嬉しい、ありがとう。あと私が僕対でするかチーム A でするかを迷いまくった期間もあるので本当に申し訳ない。その期間に全然なんか僕対やるかなと思ったら全然やらなくてもうこれね、これは総合的にいろんなことが積もり積もったらなんか11月になっちゃった2022年生誕祭ですね、はい。もうなんかね、どの時期にやってもやっぱり参加できない
方はね出てきてしまうので本当に申し訳ないんですけども、本当にすいません、はい、本当に申し訳ございません。あの、僕の太郎を言ったき僕の太郎マジでやばかったよね。そうなんですよね、僕の太郎新曲踊れるよ。僕の太郎ね、なんか私がね、まあ、オンデマコメントっていうのがあるんですけど、ウェブの方に載ってるのかな、 DMM さんのね、そうオンデマコメント書き始めようとしたの、そしたらめっちゃ目の前の香里ちゃんが間違って太郎って書いちゃったって言って、私に言ってきて、えどんな感じって言ってみたら、太郎のローの字のここまで書いてたのここまで書いてたので、あ大爆笑じゃん、ちょっとさ、あの右のさ、あのローの横の字まで書いてもらっていいって言ってこの字だけ小里編だけやらせですフフフ大里ですか、小里編じゃないか、大里とかね、ごめん逆でした、大里だけやらせです、すいません。でも太郎って書いたのはね香里ちゃんなので、太郎のローのここまで書いたからね、あの人はい、大里まで書かせたのは私です、やらせです、そこだけそう、霧がいいところまで書かせて写真を撮りましたやらせ発覚、いや太郎って書いたのかおちゃんだからねなんで太郎書いたんよを考えたら太郎になるんだろうね面白いよね本当に、どう考えても太郎にはならんのですよね。僕の太郎やばいよね本当に。あの仲良しの衣装さんにもね、これやばくないですかって見せたらめっちゃ笑ってくれて嬉しかった、私じゃないのにねやったのね、香り太郎うっかおりにしたもん結構やばいあれは誰が見ても笑うやつね、超笑ったもん、太郎ね、あハートいっぱいありがとうございます。そうドボンコンサートがね結構ね、あのメンバーね、あのやばいっす、メンバー的にはピンチです結構、はい、いや明日もね、あの朝からリハなんですけど、あのね、あのはいはい練習しないとね来週の月曜日ですからね。いや本当にさやばくない、9月から10月にかけてが本当にあっという間すぎてさ、9月から10月だよね、そう9月から10月にかけてがあっという間すぎて本当にびっくりしてるんだけど、なんかさこの間さ9月のさ20何日とかにさ、あ来月のこのあの今度さ10月の21、22でさこっちゃんの、そうこれをくれたこっちゃんの、この間妹役をやってくれたこっちゃんのイベント、ラジオとイベントに出させてもらうんですけど、私最初来た予定で10月って見落としてて9月の二十何日だと思ってたの、
めっちゃ今週忙しいやんって思ったの、9月の何日かに。したら10月だったっていう。めっちゃおもろくない？今度です。配信チケットってありがとうございます。っていうそんなあの私の全力の勘違いから1ヶ月ってことですね。9月の二十何日だと思った。はい、二十何日だと思った私が、はい、ちなみにイベントってさ、どういう来れるタイプのやつなの？配信チケットなの？ちゃんと見ようねって話だよね。ちょっとちゃんと告知します。もうチケット、まだチケットやってる？来れるタイプ？来れるタイプでもあるし配信もあるってこと？土曜のはいけるタイプ、どっちも。ああそういうことね。土曜のはいけるタイプね。出演者さん行く気でいる？ありがとうございます。皆さん言うのありがとうございます。いやー洋服何？一般がまだある。自分は同じとこですよ、もちろん。金曜はふくらじと一緒なので見に来れますね。いやちょっとさ、ゲスト出演のラジオとかさ、あの全然ちょっとドキドキなんですけど、全然ドキドキってやばいね。あの未知すぎてさ、なんかふくらじはさ、やっぱりさ自分のラジオだからやることって分かってるじゃん。だからさ、みんなもさ何するかドキドキできてるのかなって思うと、ちょっとさあのね、あの申し訳なく思う。サワリーチどうなんですかね、気になるよね。洋服何着ていこう、迷っちゃう。だって2日間ともに私服かな。何着ていこう。ジャージ上下着で、私ジャージ上下っていうものをね持ってないんだよね、正直に言うと。全然持ってないの。下しか買わんの私ジャージ。上着をね着ないのよ、セットアップで。セットアップしないのよ私ジャージ、ジャージを。ジャージ下だけ買っちゃうんだよね。なんかさ、あの言ってしまうとさ、あの、まあ、レッスンがいっぱいあるわけじゃん。上着までさ着るタイミングってあんまりないんだよね。なんかその T シャツと下のジャージ、下っていうかズボン履いて終わり。ロンティー、冬になったらロンティーとズボン終わり。また寒くなったらちょっとスウェット素材のあったかめの、スウェット素材っていうかあったかめのなんかプルオーバー的なのを着て、そうプルオーバー的なねの着てズボン終わり。正直上着をね着るタイミングはない。でなんか会場、寒い時期にライブとかコンサートってなると寒いと、もう上着は外の上着を持ってっちゃうのよ。ジャージね上下でね着てるメンバーも少ないです。たまにいるけどあんまりない。正直着ない。
から買わないで生きてきた。レッスン着プレゼントとか着る？あ、いただいたことありますし、着てた時もあるけど、最近全然そういう感じないので、 T シャツはめちゃめちゃいただくんですけど、ジャージはね案外ねないんですよねそう、案外ないからね、普通に私セレクトで、なんか最近は外でも着れるような可愛いジャージを目指して、はい、買ってますね。なんかザ・レッスン着っていうよりも最近はちょっとおしゃんな感じ、カーゴパンツっていうのかなとかが人気だし、そう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 、やっぱねジャージもねファッションとして楽しんでいかないとジャージっていうジャージじゃないですね多分。これは大量にジャージ送られてくる、それはね届きすぎても困るので、あ、これ可愛いなって思った方だけで大丈夫ですっていうか、まず本当にね割と足りてるから大丈夫です、全然大丈夫です。靴下を送ります、ありがとうございます。くるぶしの靴下はね欲しいですね、くるぶしソックス、はい、よろしくお願いしますくるぶしソックスかいっていうね、マジでくるぶしソックスがね本当にねなくなってきちゃって、平らのくるぶし靴下と着そう、くるぶしソックスもらったら、くるぶしソックスって結構消耗品なんですよ、そう消耗品もらえるとねありがたいですね、まあ、マスクとかもですしね、そう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 、なんか洋服とかってさ案外さ持つじゃない、そう案外持つじゃないって言うとあれなんですけど ちなみに私のおしゃんな靴下のおすすめは靴下屋ですね。なんか昔はちょっと安めの靴下とかも買ってたんですけど、そのくるぶしじゃないやつね、なんていうんですかこれ、なんていう、何これわかんない何丈これ、普通のここら辺の長い靴下、そう、今のところねアンクル丈でいいんですかね、なんかそのちょっといいやつ買うと靴下ってマジで長持ちするんですよ。なんかやっぱり若干安いやつを買うとすぐ穴開けちゃうんですよ。私結構ね親指で穴開けていくスタイルの人間なんですよ。あら流れ星ありがとうございます。なので若干いいやつ買うと1年ぐらい履けるので、安めのやつ買っちゃうとマジで1シーズン2シーズンぐらいしか履けないから、ちょっといいやつ買って1年ぐらい親指にパワーありすぎ、そうなんですよマジで親指で結構はい、靴下をねやばいんですよ。
私本当に親指でね靴下をねやっちゃうんですよ。あとかかとすり減らしマンなんですよ。そう、親指とかかと減らしマンだから、ちょっと本当にあの おすすめです。まあ歩き方もねありますね。ちょっとね私歩き方がね あまりよろしくないタイプなので、あの改善中なんですけど、はい、親指が穴開くの靴が入れるのかも、単純に爪が伸びるのが早いんだと思う。ちょっとマジで私ね、あの爪伸びる速度がね尋常じゃないんですよ。爪と髪の速度半端ない。本当にすぐ伸びるんですよ。だからあの私があのジェルネイルしない理由のもう一つとしても、あの爪伸びるのが早すぎてジェルネイルやっても瞬殺で浮くから、多分髪もめっちゃめちゃ早いので、ちょっと本当あのすぐプリンになりそうで、そう、これ昔からなんですよね、結構ずっと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 。最近髪切ったのにもうちょっと伸びてきてるんですよね。面白いね。前髪とかもねマジで本当にもうこの間ジャストで切ってもらっちゃったから、マジでもうね長い、なんかいつも短めに切ってもらってて1ヶ月持たせてるんですよ。でも今回ジャストで切っちゃったからもうね1週間半ぐらいでもう長い。もうね、伸びるというかあのピラティスをすることによってあばららへんがね、あばららへんではなんか縮こまっていた体で伸びているかもしれないっていうので、もしかしたら私160センチになれるかもっていうのを聞きました。なんかね姿勢を正すと人って大体 2,3 センチ伸びるらしい。私160センチいけるかも説があるんですよ。おもろくない？やったじゃん、やったじゃん。結構メンバーピラティスやり始めてるとかやってる子多いですね。だから本当にあの本当の身長はそこだったみたいな話。まあまあまあそんな感じで置いておきましょう。タラッタンタラッタンタラッタタ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 。健康診断ないですね、全然やったことない。あ、そう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 、さ、そうなんですよ。よいしょ。さあ皆さん、さあ私の青ジャージが見えます。さあもらいました、久しぶりのリップグロス。見て、福岡さんって書いてある。私は劇場版をもらったので、エリちゃんのソロショット、運命の歌、
明日届きます、イエーイ。写真ついてんのかな、ついてなさそう。残念、写真はございませんでした。あ、え、面白い、盾だ盾だ。あ、でも横だった、かわいい。ちょっとしたネタバレ。待ってゆいゆいだけ足浮いてんのめっちゃかわいい、見て、ゆいゆい足浮いてる、見て、ゆいゆい足浮いてるかわいい。お、ほんとだ、ゆいゆい足浮いてる。すごいすごいさ、あのすごいあのバランスじゃない？あ、待って、シュガーナイトじゃん。ちょっと気になってたんだよね、シュガーナイトの歌詞。シュガーナイト、シュッ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 シュガーナイト。あ、プロムの夜が最後のチャンス、彼氏はいるか聞いたことない、そんな歌詞だったんですか。サホさん、彼氏はいるかって言ってたな。彼氏はいるか聞いたことないよ、なんて言ってるか全然聞き取れてなかった。シュガーナイトさ、難しい言葉めっちゃ使ったよね。ピーナッツでも投げてみようか。ああ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 あ、無理して君のとこまで近づいて、歌えない。踊ろうぜってジェスチャーをした。はあ、プロムの夜なんだ。へえ、へえ。で、ダンスなんだ。ダンスライクトキリズム乗れば、ダンスライクトキで君のことこんなにも思っていたのになぜだろう。ファーストタイムオー、ちょっと全然歌えない。ファーストタイムオーイエイか。本当にこれが最後の I love you。 あ、ここだけ歌えた。本当にこれが最後の I love you。 世界中で一番今こう幸せだ。まままま、ぶたにロックロール焼き付けよう。まぶたにロックンロール焼き付けようが本当に聞こえなくて、あのまぶたにロッキンロックン、違う、本当にそれを言ってるのか、私はすごくあの気になったんですよ、まぶたにロックンロールって。まままま、ぶたにロック、まままま、ぶたにロック、ちょっとダメだ、リズムが分かんない。まぶたにロックンロール焼き付けようってさ、普通に聞いててさ、まぶたにロックンロール焼き付けようなんか聞いてる分にはまぶたにロックンロール焼き付けようって言ってんだけど、まぶたにロックンロール焼き付けようってなったんですよ。で、本当にまぶたにロックンロール焼き付けようだったの。でも結局、まあプロムの夜だから許される歌詞だよね。まあまあまあ、だからこの瞬間を忘れないっていうことで、この瞳にね、ロックンロールのこのダンスの時間を焼き付けようってことを言いたいんだよね。面白いね、このさ、あの歌詞のさ、語り口調がさ、珍しくない？なんかいつもさ、なんかなんていうのかな、ちょっとさ、きれいめではないけどさ、まあ、リップグロスとかだとさ、難しいけど、なんか来たのだろうかとかさ、幸せってことだろうとかじゃん。だけどこっちは結構砕けててさ、言い出せないし、始まんない、投げてみようか、僕は幸せだとかさ、
なんか珍しいよね。おん、ゲロッパ忘れないよってどういう歌詞。気になりすぎる。シュガーナイト本当に歌詞気になりすぎる事件。ディスコ系のノリの言葉でお前らという意味があるらしいです。だってだって行くぜとか、だってゲットアップの、ゲットアップのなんかなんかそういうやつで、はあ、アメリカンな世界観なんですね。へえ、調べた。ちょっと世代じゃなかったですね、全然。ちょっと初めましてすぎて、ゲロッパ。ゲットアップ。ゲットアップ。ゲットアップ。うん。ゲットアップ。ちょっとゲロッパには聞こえなかったな。ジェームズ・ブラウンさんという方のね、たどり着けませんでした。ゲロッパにはたどり着けませんでした。ゲラップになっちゃったね、ゲロッパじゃなくて。いやー、君はいい夜を過ごしたんだね、プロムの夜。結構本当に好きな歌なのでね、はい、好きな歌っていうかノリが良くて好きな歌なので、はい、幸せそうで良きですね。まあ、それとは打って変わりまして、運命の歌はですね、いやー、なんかしみるよね、しみる歌詞だよ。寂しい夜には埋められないほど時間が余る、見上げた夜空の星数えても朝はまだ来ない。だって寂しい夜には一人なんでしょうね、主人公は。でちょっと窓辺でさ、窓辺に座ってさ、外を見てるんだよね。多分きっと夜に、寂しい夜とか多分きっとじゃない、夜に考えるとさ、割とさ、まあ闇に落ちがちじゃないですか。でもなんか逆にその開き直ってね、はい、開き直ってっていうとなんかです、逆になんか新しいものに出会えたんですね。今起きてる誰でもいいから話したいんだよ。だってせいちゃんの歌割りは、まあ、一番言うと見上げた夜空の星数えても朝はまだ来ないです。でサビも全部ね違うんですけど、歌が歌えたらそれでいい、他に欲しいものは何もない、好きな歌歌えたら今生きてる意味を感じられる、です。いや2番はね結構ね、まあうん、なんかねこの世代が歌うからこそなんかね響くものがあるよね。で O 違う、 D メロになると人と人との愛、じゃあ人と人の間にささやく愛が生まれ、それは歌に変わって聞かせたくなる運命っていう、なんかね壮大な話になります。
とても壮大な話になります。歌ってそういう感じで生まれたんだねっていう。でもすごくなんか独特なリズム感で、正直ね、あのね、レコーディングっていうか覚えるの大変だったの、この曲。なんか運、なんか私たちの歌あれだと1234、うん、見上げた夜空の星数えても朝はまだ来ないとかさ、歌い慣れたら歌えるんだけど、意外になんかその取るのがさ、裏なのかな。見上げた夜空の星数えても朝はまだ、なんかタッ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 とか、あんまりそういう感じで歌わないから。あと音程も意外になんか見上げた夜空の、まあ繰り返してるんだけど、なんか突然変異するところがうーんってなったりする。星数えても朝はまだ、歌が歌えたらそれでいい、他に欲しいものは何もないとか、歌が歌えたらそれでいい、他に欲しいものは何もないとか、なんかあのなんていうのかな、そのまま連ならないで一回下に戻ってからまた行くのねみたいな。歌が歌えたらそれでいい、他に欲しいものは何もない、なんか難しくない？好きな歌歌えたら今生きてる意味を感じられるとか、なんか意外にふわりとか、なんか私たちって音符をもらってるわけじゃないので、頭の中で音のなんか高さとかを、私の場合はね、音の高さとかをまあ想像したりとか、あと実際にピアノのアプリで弾いてみたりとかするんだけど、あん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 ってなりましたね、個人的には。どこに行くの次の音みたいな。そう、デモ音源で覚えます。難しいでしょ。だから私は逆に自分でピアノのアプリ出してきて、音のどこで下がってるのか見て歌うのが個人的にははい、やりやすいので、そうしてます。最近はそう、私たちの、ね、歌の先生というかレコーディングのスタッフさんとか、田中さんって方がいらっしゃって、そう、田中さんがね、いつも歌ってくれてます。有名ですよ、これは。声高い女性の歌を歌える男性っていう、すごいよね。そう、なんか本当にさ、たまに何だったかな、なんかの曲でね、田中さんのね音入ってるんだよね。なんかそのヘイとかいうやつで、なんかわかんないけど、なんかそういうヘイとか掛け声系でめっちゃ田中さんの声入ってる曲ありますよ。で、田中さんの歌い方で頭に染み付いてるから、もう田中さんでしかない。大爆笑。そう、田中さんはね、そう、面白い。そう、声に特徴があるから、一回ね聞いちゃうとね、田中さんの声しかね残らないぐらいにはすごく特徴的な声です。
仮歌が田中さんなので、だから私たちはその CD が出来上がるまでは田中さんの声でしかその曲を聴いてないから。逆にメンバー音源になって、あ、こんな歌になるんだってなるね、と、あ、こんな音になるんだって曲がね、たまにあります。だから私が今臆病な怠け者を頭の中で再生すると割と田中さんの声なんですよ。運命の歌も想像してもちょこちょこ田中さんの声が流れてきちゃうんですよ、頭の中で。面白いでしょ。ブラックジャガーの田中さんもすごかったですね。ブラックジャガーは割と歌ってるからね、割と歌ってるし割と聞いたから割ともうねメンバーの声ですね。そう、臆病なわけものだいぶ化けてきましたね、メンバーの声に。今ネモハムの2番が田中さんになってる。まあそんな感じですね。田中さんタイプ何に収録されてますか？タイプ Z です。はっちゃけた曲とかめっちゃ田中さんで聞いてみたい。めっちゃいいですよ、めっちゃノリノリだよ、やばいよ。田中さんで盛り上がるね。タイプ Z の発売早よ。今回のねファーストジェネレーションは8含む2000年に生まれた子か2001年以降に生まれたかっていう話なの。2000年以前か2000年以降かな、2001年以降かなんですよ。その2000年2001年で分けたことによってひななが2nd に入るっていう。そう、そんなことがね起こりました。え、あなたこっちなの？とか、え、あなたこっちなの？みたいなことが起きたっていうね。面白いね。なるほどでしょ。そう、私も実は2000年で分けちゃうとね、ギリギリ。UV 撮影の時に流れる曲の声、そう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 、それが一番わかりやすいかも。田中さんです。でも2000年2001年で分けるとさ、やっぱりお姉さん組の中ではまだ年下のあれになるんだねっていうさね。まあ、2001年以降の幅が広がってますけどね、ものすごくね。そう、ひななとかはーちゃんらへんがギリ同い年なんだけど、セリちゃんとかも同い年なんだけど、2001年の早生まれタイプだから、そうそうなんですよ。あ、ほら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 、いたいた、 CD スタッフ田中さん。
みっけ。ピンボケでちょっと見えませんね。見えた？ここ。田中さん結構ずっとだと思いますよ。もう私たちが入ってくる時に当たり前にいましたから、入ってくる時にはずっとだと思いますよ。割といつからいるのか分かんないですけど。まあそんな話でした。田中さんの話でした。違うよってね。はい、歌の話でした。見上げた夜空の星数えても朝はまた来ない。私のね声が分かりやすいのどこの歌割りだろう。ささやく愛が生まれの方が分かりやすいかも。多分見上げた夜空のはちょっとね、あんまり主張してなくて、ささやく愛が生まれ、うん、の方が分かるかも。聞いてみて。2番は今起きてる誰でもいいから話したいんだよ。だからちょっとこれよく私も分かんないの、まだ聞いてないから。ささやく愛が生まれ。私イのさ歌い方をさ結構さ特徴的というか、なんかイのさ歌い方をさイって言ったからさ、イだと分かりやすいんですよね。ささやく愛が生まれ、いとえの間ぐらいのいの発音してるの。いって言ってるから、いってやんないから、愛が生まれって言わらずに、愛が生まれってやるから、愛が生まれ。でもなんかこうするだけでちょっとうまそうに歌う、うまそうに聞こえるから、ちょっとやってみてください。気になった方、カラオケとかで歌う際に、愛がうまい、いがちょっとなんかいって感じ、愛が生まれ、ささやく愛が生まれ、いとうの口があんまり変わんない、うって感じ、なんかいの発音わかりやすい歌ないかな。私がいって結構ね、いの母音の時結構適当な歌い方してます。しとかしって感じ、しだね、もはやしとか、愛が生まれ、しとか、生きしちに響いりいいですよ。もうこれ以上やさ、もうこれ以上、これあんま分かんないな。もっとなんかいいのシーン分かりやすい曲ないかな。いいを聞いてほしい人。でもちょっとさっきまで寝てたからさ、私さ仮眠してたからさ、ちょっと全然歌えないんですよ今。ガサガサ、いいの歌ないかな。いいの歌って何。このいいの歌い方でやるいいってなんだろう。ちょっと全然わかんないな。探してみたけどあんまわかんなかった。日暮らしがとか、日暮らしがみたいな、
日暮らしが泣いてる場所みたいな、なんとなくさ、なんとなくさ普通に歌うの違くない？日暮らしが泣いてる場所あなたにはわかりますか？どうです？日暮ら、日暮らしが、日暮らしやばいね。日とさ、しだからさ、日暮、日暮らしが、しがちょっと今は違う。日暮らしが泣いてる場所、あなたにはわかりますか？くれなずむ公園のどこかの木々の枝で、季節終わってしまう前にどこかへ飛んでゆくわ、そばにいるだけで辛くなる、儚いの、私、あ、ほら、私私かなかなかな、迷い込んだ心の森、リは割とでもなんかなんていうのかな、いいって歌わないでねっていうのと、なんかね歌いやすい歌い方っていうのがあるんですよ多分。私しとかね、なんかしいいってやらないの基本って言われた。多分次の音につなげやすいとかなんだと思います。もし私いなくなればこのあたり静かになる、田中さんではないですきょうと違う明日はいつも寂しく、あなたに見つけて欲しかった。これ教えてもらいましたね。そう、初めて行ったボイトレの先生に教えてもらったかな、うん、でもいいってやらないでねって言ってるのは最近ずっと教えてくれてる先生も言ってくれてる。なんかやっぱり人によってうんうんって言わないとかね、うんうんもちゃんと言うとか、人によって全然違う。日暮らし日向と歌い方相談したりしてないっす全然、うん、全然しないっすした方がいいよねなんかやりたいんだったらね。歌に関してはね相談してないですね私たち。でもなんかそのボイトレの先生がついてくれて披露するって、ちゃんと披露するって時は相談します。ちゃんと公演はもうすごく数があってだんだん歌い込んでいくとかもあるし、あこの人こういう歌い方なんだなとかいうのもそうなんか聞き取ってやったりしてるので、なんかまたね、てか
ひとまずね、私めちゃめちゃスーマンなんですよ。ひなな声量ゴリゴリのさ、声量ありありマンと声量なしなしマンだからさ、あのまず季節を当てとかさ、めっちゃ私吸ってるんだけど、ひなのちゃんは季節を当てしまう前にはね歌いますからね。もうねすんごい、基本はでもそこはあんま吸わないんですけど、私が声量なしなしマンなので、声量なしなしマンが歌吸わずに歌うと何があるかっていう、何が起こるかっていうと、最後の音がブレちゃうんですよ。高い音、違う、低く出さなきゃいけないのに高い音になっちゃったりとかするんだよね。季節を当てしまう前にってギリギリ出るんだけど、季節を当てしまう前にってやった方が自分に余力があるから、ちゃんと最後の方まで音取れるの。しんどくなるとわりかし高くなるから、なんか私のなんていうのかな、私が歌ってきてっていうほど歌ってきてないですけど、歌ってきてどうすればいいかなって改善してきた結果、息吸った方がいいっていうことになった。吸えるところはブレスの位置合わせてっていう話を出ます。ブレスの位置はみんなで合わせた方がいいっていう話になるから、2人の歌割りとかだったらちゃんとブレスの位置を合わせて歌う時もあるけど、本当は吸わなきゃ、吸わないでほしいとこで吸ってるからっていう裏話ですね。とてもなるほどね。まあ試行錯誤して生きてます。そう、吸うタイミングと吸う位置ですね。考えてるななんか今日の自分結構もう疲れてるから低い音をちゃんと出そうとか、なんか公演やるごとに公演そう一人の歌割りが増えて、公演をやるごとになんか、あ、こういう時はこういう対処をすればいいんだっていろいろ見つけてきて、なんとかかんとか生きてきてますね。まあ、まだまだできないこととかねもう多いですけど、ようやくね、ちょっと生誕祭でこれ言いたいわ。ちょっとこれ言わないでおくね、ごめん言わないでおこう絶対言ってると思うけど言わないでおくわ、これ生誕で言おう突然の匂わせなんそれ突然の。生誕ネタにしとこう。何話すか考えとかないといけないからね。ジラスな。こういう工夫の話していくの好きです。ありがとうございます。いいネタ発見最近思ってるんですよね。あ、やっぱこれノートに書こう。これじゃないけどやっぱノート書こうなんかね、めちゃめちゃね嬉しいことをね
ちょっとあの武道館終わりでね、まあエゴサしてたんですけど、エゴサしてたらめちゃめちゃ嬉しいこと書いてくれてる人がいて、書こうと思ってちょっともうバタバタしすぎて、僕だやんなきゃみたいなさ、本当にさ、気持ちでやってたので、はい、全然書けなかったので、まあドボンやらなきゃなんですけど、ドボンのレッスンのね間とかね、僕の大好き iPad タンを持ってねノート書きましょうねということで、大好き iPad タンです。うん、 iPad タン大好き。最近の新しい相棒 iPad タン、そうなんですよ、 iPad タン相棒なんですよ。ちなみに私のね、あの色はねスターライトとかだったかな、そんな名前だった気がする、違うかな。嘘かな。嘘だったらマジごめん。あ、スターライトでした。合ってた合ってた。スターライトっていうね。スターライトっていうともうスターライトアーニャしか出てこないんだけど。アーニャー。そう、キーボードはね、実はね、あれ持ってるんですけど、お母さんが使ってたキーボードで、なんかね、全然ね、本当にね、でかいんですよ。でかいんですよ。家でね書くときはね使ってるんだけど、持ち運び用じゃなさすぎてマジでかいのよ。こんなあるんのよ。ちょっとマジで買おうかなね。スターライトアーニャちゃん、そう、私スパイファミリーは好きで見てるのね。まあ、漫画の方はもう思いなくなっちゃったんですけど、ちょっと読むわ後で。どこまで読んだ、何巻まで読んだんだろう。ジャンププラスで読もうと。ペン結局買ってないんですよね。ペン買おう。ペンやっぱね、うん、あった方が嬉しいよね。まあ、はい。そう、普通の PC ボードぐらいでかい使って、なんでこれ買ったんだろうなっていう。そうか、やっぱ買おうかな。なんかさ、正直さ、Amazon とかで見ててさ、全然わかんなすぎて、そう、電気屋さん行ってみた方がいいのかな。電気屋さんで見てアマゾンでか。何そのアマゾン信者感。どっちが安いか問題ね。ポイントを取るか、でもまあ Bluetooth キーボードなんかそんなポイントつかないか。3,000〜4,000円ぐらいね、2,000円〜4,000円ぐらいで、多分ね、2,000円安すぎ。でもね、一個大問題なのがね、 iOS ってなると、なんかその iOS 対応と普通のスマホで Android 対応みたいなやつのと、でね、キーボードね、使うキーボードがなんかね、なんか全然違うの出てきたりするんだよね。 iOS モードに切り替えてるはずなのに切り替わってないみたいな。なんやねんみたいな、全然違う文字になっとるやん、またってずれとるんかいみたいな。そう、それでなんかね、全然使わなくなっちゃったんですよね。パソコンはね、持ってるんですよ。我が家のお父さんのお下がりを。パソコンじゃね、持ち運べないんです。だから嫌なの。iPad タンは持ち運びができる軽さなんですよ。詳しい人どこ？誰か私におすすめの iPad のキーボード教えて。
ちょっともう iPad さんがいるのでパソコンを買うというね選択肢はもうないですね。うん、電化製品ダメだから Bluetooth ってダメじゃない？多分キーボードもダメじゃない？キーボードいいのかな。キーボードって付属品だからいいの？別に電化製品じゃない？ちょっと微妙なラインじゃない？電化製品とキーボード。ね、通電するものダメだよね。多分ダメだと思う。やっぱ頭の中めっちゃ日暮らし。寂しく寂しくですよ。まなみのね、あのね、この間劇場でやってた時、まなみのショールームでね、ちょっと私適当なこと言ってたんですけど、適当なことやってたんですけど、あの君を乗せてめっちゃ歌ってたの。合唱で歌った君を乗せて。そのううが出てきちゃった。地球は回る君を乗せて輝く瞳きらめく灯火地球うー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 っていうあのあるんですよ、こういうのが。本当にこの旋律です。ちゃんといつかきっと出会う僕らを乗せて下パートやばい。父さんが残した熱い思いですよ。全部下パート覚えてる。母さんが残したあの眼差し。こう本当にあの合唱バージョンだから、これ全部下バージョンなんですよ。父さん残した熱い思いでしょ、父さんが残した熱い思いなの。で私下パートの方が好きなんよね。私ソプラノじゃないんですよ、下パートなんですよ。私声高いの実は全然得意じゃないので下パートなんですよね。でも地球の方は多分ソプラノだった気がする。結構ねあのね下パートねハマりますよ。なんかね覚えちゃう。下パートだけだと音外してる人に思える。本当結構好きなんですよ。父さんが残した熱い思いですよ。そっちは覚える、そっちしか聞こえなくなるやつ。そうです、大好き下パート。さあそんなわけでもうだいぶね配信してたのでそろそろ終わりますね。せいちゃんペディキュアで歌うのなかなか大変。せいちゃん結構ね全体的に
高い曲が多いので、ね、ノースリーブスさん歌うの大変です。夢に出てきそうですか、この下パートの下パートの本当に聞いてみて、マジでこれだから、あの気になった方、合唱君を乗せて本当にこれだから、じゃあそんなわけで今週は金曜日のラジオと土曜日のイベントですね、よろしくお願いします。月曜のドボン配信に向けて、ドボン配信じゃないです、ドボンライブに向けて頑張ります。なんかまた時間あったら、もしかしたら夕方とかでもできそうだったらやる日あるかもしれないので、よろしく、夕方、お昼とか夕方とかできそうな日あったらやると思うので、なんか時間あって見れそうなタイミングがございましたらよろしくお願いします。さあというわけで、えい、ランキング読んで終わります。1位ハートワタスイさん、めっちゃいじられてる。2位クーヤンさん、3位リバーサルマートヒロスケさん、4位ユキタンさん、あちょっとどけてた、ああはは5位北斗さん、6位トシノリさん、7位空耳さん、8位四季永さん、9位ゆうきさん、10位シャーピースさん、11位鳥さん、12位のりふみさん、13位 K&K さんということでした。ありがとうございます。週の半ばあたりから寒くなるらしいので気をつけてください。ありがとうございます。あだだますアーニャの真似得意なのかな、あだだますちょっと微妙だった。おでけけ、おでけけする、おでけけしないですよ、もうこんな時間だから。おやすみなさい、それじゃあバイバーイ、またね、バイバーイ。